沢山城図、沢山城は、中世中期から、近世初期にかけて、大見国坂田軍の沢山に存在した、日本の城である。現、沢山城氏、坂田軍及び、直近の犬神軍のみならず、食法政権下において、機内と東国を結ぶ要衝として、軍事的にも、政治的にも重要な拠点であり、16世紀の末には、織田信長の配下の庭長秀。 豊臣秀吉の武行、石田三成が居城とし、関ヶ原の合戦後は、伊池が一時的に入城したことでも知られる。沢山城の歴史は、鎌倉時代、大見守護職、佐々木聡治等であった、佐々木貞綱の陸を、佐保寺公が築いた取り出が、始まりとされ、研究年間の文書にその名が見える。六角正より、旧来、高より、宇治綱、佐田よりの大の期間、 六角氏が犬神軍を支配し、応仁の乱の後、家臣の小川左近大部、小川放棄神を上司としておいた。しかし、戦国時代の後半に入ると、北近江における六角氏勢力は衰退し、それに伴っては、新興勢力である浅井氏が新調した。沢山城も、その支配に入って、城は磯の院基地に引き渡され、小谷城の市場の一つとなった。 元記年間には、時の上主、磯野和正が、織田信長らと8ヶ月に及ぶ戦闘を繰り広げた。しかし、1571年2月に和正は降伏し、代わって、織田氏家臣の庭長秀が入場。浅井市丘陵と浅倉氏の丘陵南部、すなわち、北大海六軍と赤砂国の支配拠点とした。天正十年6月の本能寺の変の後に、行われた清須会議では、 明智光秀討伐に功があった、堀秀政に与えられ、秀政は翌年に入場した。これ以降は事実上、豊臣政権下の城となってゆく。堀秀政の留守中は、弟の多賀秀種が城代を務めた。天正十三年には、天保となった堀家に代わって、堀尾義春が入場。さらに石田三成が入場したとされる。入場時期については、 天正十八年七月説と文禄四年七月説があったが、伊藤誠将の研究により天正十九年四月であることが確定した。三成は当時荒廃していたという沢山城に大改修を行って山頂に五層の天守が高くそびえ立つほどの金星城郭を築き、当時の落守に三成に過ぎたる者が二つあり島の左近と沢山の城と言わしめた。ただし、 三成は武行の任を全うするために、伏見城に滞在することが多く、実際に城を任されていたのは、父の摩擦具であった。木内の造りは極めて質素で、城の今なども大抵は板張りで、壁は荒壁のままであった。庭園の樹木もありきたりで、蝶図鉢も粗末な石で、木内の様子を見た、当時の人々もすこぶる案外に感じたと記されている。 慶長5年9月15日の関ヶ原の戦いで、三成を破った徳川家康は、小早川秀明軍を先方として、沢山城を攻撃した。城の兵力の大半は、関ヶ原の戦いに出陣しており、守備兵力は2800人であった。城主不在にもかかわらず城兵は検討したが、やがて城内で、長谷川守る地など一部の兵が裏切り、敵を手引きしたため、 同月十八日、奮戦虚しく落城し、父、正嗣や正墨、高市月院など一族は皆、戦死あるいは自害して果てた。江戸時代の石田軍記では、沢山次郎は炎上したとされてきたが、本丸や西の丸に散乱する河原には消失した痕跡が認められず、また落城の翌年には、いい直政がすぐに入城しているので、これらのことから落城というよりは、 会場に近いのではないかとする指摘もある。家康に従軍した、板坂占い祭は陥落した、沢山城に金銀が少しもなく、三成はほとんど、蓄えを持っていなかったと記している。石田死滅亡の後、徳川四天皇の一人である、井伊直政がこの地に封ぜられ、入城した。井伊家が、このまま、沢山城を利用すると、領民は、井伊家が、 石だけを継承したような錯覚を抱き、領民たちの全領主への死亡を断ち切ることができないことから、新たに彦根城築城を計画した。しかし、直政は築城に着手できないまま、関ヶ原合戦での戦勝がもとで慶長を7年に死去。計画は、着手の時期次が引き継ぐこととなり、大津城、沢山城、小谷城、観音寺城などの築材を利用しつつ、 天下武神によって彦根城を完成させている。沢山城は、慶長11年、完成した彦根城天守に自活着が移ったことに伴い、廃城となった。なお、彦根城の城下町までを含めた全体の完成は、元羅8年のことである。沢山城の建造物は、彦根城へ移築されたもののほかは、徹底的に白割りされたため、 上司には何も残っていない。しかし、それでも、石垣の一部、土類、堀、狂は、戦艦位の跡や西の丸にある、炎症やグラート、塩やグラートなどの施設が一部に現存しており、また、時として新たに遺構が発見される。山城として、山上には本丸を中心として西の丸、二の丸、三の丸があり、また隣接する尾根に太鼓丸、ホッケ丸の二つの車がある。 東山道に接する大手方面には、野党を塞ぐ形で内堀で区画された侍屋敷地が2カ所あり、さらにその外側に城下町と外堀がある。琵琶湖に接する絡め手口にも城下町があり、湖には百軒橋がかかっていた。沢山次郎は、いい家が彦根城に移る際に徹底的な波状を受けており、特に本丸の天守台では9軒を切り落としたと。 伝えられている。本丸自体も岩盤が露出するまで破壊され、石垣もほとんど撤去された。なお、徹底的に破壊された本丸を除き、他の山上車は、実際には、複数の車で構成された。現在、本丸跡のある山頂には山東三角点、石垣が設置されており、標高は232.57メートルである。ありがとうございます。